きよしでございます。まあね、カレーにビールはめちゃくちゃ合うんで、どのビールが合うかね、確かに面白いですね。うん、ベニアか、ん、度数高め 7%、 飲み応えがめちゃくちゃある、美味しいですね。アロマホップIPA だ。これがあるかも。苦味も強いし、漆黒ということは黒ビールかな。思ったより黒い。ん？あ、でも癖がそんなになった。まろやか。美味しい。うん。あのね、バナナみたいな感じが。うん。泡がきめ細かい。いい色、もうまさにビールというような、なんかいい感じの苦味が、これ合うわ、これはコーラにしてもバカ、うん、何これ、ビールじゃないみたいな、ビール、うん、美味しい、美味しいし、あ、もう新ジャンルですよこれ。カレーと合わせるとしたら、この子が漆黒も、はい、ここかな。漆黒です。漆黒とね、カレーをセットで召し上がっていただきたいと思います。これ、キヨシさん、せっかくだからセットで買ってくれた人はちょっとお得なペアリング価格みたいな、ね、感じにしましょうか。いいんですか。じゃあね、あの、僕の方に入ってくるマージンを削りましてお安く、セットで出したいと思います。ぜひぜひ食べてみてください。